産業の10年後、20年後ということを見据えてですね、若い世代の革靴へ の意識改革、これをしていくことで、やはりが、まあ、重要、必要なんだというふうに思っていて、やはりこの20年間、1990年からですね、今にかけて、その頃の若い世代の方々がやはり革靴を履かなくなってきているということがですね、やはり今の状況になっているのかなというふうに私は考えていて、で、まあ、ビールも車も皆さんですね、若い世代にどうアプローチするのかっていうのを2000年代から非常にやってきていて、今があると。なので革靴の皆様もどう若い世代を取り込んでいくのかっていうのを非常に考えなければいけないのかなと。で、彼らが何にお金を使うのかを、これからお金を持ち始めて、何にお金を使うのかがこれから決める世代なので、だからこそ何に革靴にお金を使ってもらうためにどういうことができるのかをやはり真剣に考えなきゃいけないのかなと。で、祖父母親世代の購買への影響力っていうものもこれ言われていて、先ほどZ 世代の特徴ということではちょっと申し上げなかったんですけれども、非常に家族だったりとかつながりっていうものをですね、 Z 世代は重要視しているんですね。で、先祖返りしている世代とも言われていて、アナログなものだったりとか手のかかるものを好む世代でもあると言われていて、 で一方でリサーチ力がある。だからこそ親世代は彼らの情報を非常に、特にリフォームの時とか注視して、いろんな価格を見てですね、提案を若い世代 その情報力を使って彼ら購買するので、親世代の影響力というものもあるというふうに言われているので、やはりどう対応していくのかというのは非常に重要だというふうに考えられると思います。で、次にじゃあどういう高付加価値化をするべきなのか、具体的なところはちょっと私で申し上げられなくて恐縮ですけれども、目指すべき領域としてはやはり価値の多様性というふうに私の方で考えていて、価格はを高くするために、それに伴うですね、製品の製品価値の多様化というものが必要なのかなと。で、そういったことで、顧客体験を創造していくということが重要だと考えています。で、一方でラグジュアリーブランドを参考として挙げましたが、やはり高価格ではあるものの、ブランドの価値というものが文化的な側面に非常に特化しているので、そことは切り離してどう高価格価値を測るかを測るのかというのが重要なのかなというふうに思っています。で、そのためには、やはりなかなか単一の業種として、付加価値を作っていくのは難しいかもしれない。なので、ただその生活製品分野に関しては特にデジタル分野の方々が非常に重視している部門でもあって、いろんなデータが取れるからこそ、そこに IoT 技術だったりとかデジタル化っていうものを付随させることで、この市場を狙っていこうとしている参入者がいる。ただソフトの面ではできても、ハードの面はできない。だからこそメーカーの方々だったりとか卸の方がその間に入って、いかにですね、ハードの面でと協力してこの新しい市場を生み出していくのかっていうのが重要なのかなというふうに考えております。で、最後に僭越ながら当課で関係している補助金の説明をさせていただきます。ここでは簡単にですけれども、もし何かあればご質問いただければと思います。で、いつでもご連絡お待ちしておりますので、ぜひご活用、積極的にご活用いただければなというふうに考えております。特にここで最後、企画産業連携推進事業ということもこの補助金の中でやっておりまして、ここではですね、異業種だったりとかといかに組み合わせて製品開発だったりとか認知調査だったりとかっていうことをしていくのかっていうことに資する事業を推進してますので、そういった活用の仕方もあるのかなというふうに考えております。すいません、ちょっと長くなってしまって申し訳ないですけれども、以上でございます。ありがとうございました。